今日の一発目、生後ですね、35ぐらいですか。ちょっとエラかかってますから持って帰ります。また頑張ります。はい、またもや生後ちゃんです。30センチぐらいでしょうか。今からジャンジャンすると思います。じゃあね。取ったぞ。はい、本日1本目77センチ出ました。取りましたね、1発目77センチ。こんばんは、久保田シャルンです。今日は久しぶりに海に来てますよ。昨日はモーゼ岡村くんと川行ったんですけど、まあ、3匹釣れたんですけどね。私コーダシャーミンはモーゼ岡村くんは1匹も釣れませんでした。ということで、なんかあんまり大きいのもおりませんね、今年の川は。ということで今日は、昨日館長が海で80弱の釣ってましたんで、今日はちょっと海来てます。本当は来る気はなかったんですけど、館長がね、でかいの釣っちゃうから、これは今年最後コーダシャーミンもでかいの釣ろうと思いまして、海に来た次第でございます。そんなわけで今今日使うはイカデビルテロ、これが9センチかな、の針をギンギンに取っておりますよ。ギンギンですよ。今日は釣れるでしょうか。頑張ってます。はい、イカデビルテロ9センチですね。クリアラムです。投げてみましょう。プロなら一発で来ると思います。今日はね、風もなくてやりやすいですね。角度的にこの辺かな、ちょっと暗いですね。ほいほい、ついてないか、ついてないか、なんか白いのが見えたぞ。ああやって明かり回り、ゴミとかね、あの白い塩の泡、これがね集まってくるとチャンスなんです。もうね、今ついているのがもうおらんから、しばらくちょっと様子見でスマホでもじくときます。見えない。ダスクさん釣り中ですもんね。今日何釣ってるんですか。ホタルイカです。大丈夫、怒られてもね反発する。うまい、これ。あ、ええ塩梅になってきたよ。いい塩梅になってきた。これ釣れるんじゃないですか。やりますよ。ほら釣れた、ほら釣れた。あ、外れた。でかいのバレちまったよ。
針曲げられちゃいましたよ。でかいのに買いますね、針。ああ、なんで曲がるの。ちょっとね、買い替えたばっかりのリールなもんで、グラブのね、なんか滑りがちょっとよくわかりません。とりあえず、